女性のの魅力の見せ方って何が大切だと思いますか、えー、男性目線で教えてください見た目恋など生まれつき以外でえっとあの素振りとか立ち居振る舞いに結構騙されるんですよねあとあの笑顔の人って割と美人に誤解されがちなんですよ要はその大体笑顔の人って本当の顔がよくわかんないですよね印象に笑顔がつきすぎちゃってなのであの割と笑顔でいるっていうのを意識してやってみるといいんじゃないですか